ああ、今月、大丈夫かな。ナオミさん、ナオミさん、なんとかするしかない。あの子のためだし。ナオミさんってば。あ、どうしました？マモルさん、さっきから呼んでたんですよ。何かあったんですか？すみません、何でもないです。珍しいね、マドンナがぼーっとしてるなんて。兄ちゃん、ナオミさんだから。何かあったら相談してくださいね。はい、ありがとうございます。でも何でもないですから。で、ご用件は何ですか？本当に大丈夫です？え？今日は俺たちの母校、噂高校のみんながうちに社会科見学に来る日じゃないですか。ああ、そうでした。マドンナ、ちょっと休んだ方がいいんじゃない？俺、変わるよ、社会の窓の見学の案内。本当は嫌だけどさ、大切な社員のマドンナのためなら。兄ちゃん、社会科見学、社会の窓見学してどうするのさ。会社の中を見学するだけ。おう、俺たちの社会の窓が開いてるかどうか噂高校の生徒が見学しに来るのかと思ってた。だから今日はいつもよりしっかりズボンのチャック閉めてたのに。社長、なんだ、安心した。安心したらトイレ行きたくなってた。って、あれ、どうしました？チャックが開かない。開かないよ、壊れたかも。守る、助けて。知らないよ。マドンナ、社会科見学の案内してきます。誰か俺を助けて。私はマドンナじゃなくナオミ。ここうぐもりグループで働いている40歳だ。社長のレオンさんはあんなんだけど、かなりの才能がある経営者。そして弟で副社長のマモルさんの力もあり、この会社は日本でも有数の会社になっているんだ。そして今日は二人の出身校の生徒たちが見学に来ることになっている。高校3年生か、ちょうど私の娘と一緒ぐらいだな。そろそろ来る頃か。こんにちは。ああ、噂高校の先生ですか？はい、畠山と申します。よろしくお願いします。渡部直美です。こちらこそよろしくお願いします。渡部さん。はい。あいつらは迷惑かけてないでしょうか？特にレオン。ああ、そうだ、この畠山先生、二人の担任してたんだよね。きっと高校時代と何も変わってないんだと思います。ですよね。私の指導不足で申し訳ない。いや、先生大変でしたよね、きっと。お察しします。ではご案内しますね。はい、よろしくお願いします。いい先生そう。この人に教わったから今の二人があるんだろうな。こちらがオフィスとなります。みんなちゃんと挨拶するんだぞ。わかってるっつの。ああ、見るからにヤンキー。というか畠山。なんだよ夏樹。なんだよじゃねえ。なんで俺が高3の社会科見学についてこなきゃいけねえんだよ。なんでって、お前柊がいるんだぞ。外で柊の面倒を見るのは一人じゃ無理だ。畠山てめえ、兄貴のおもりで呼ぶんじゃねえ。交換条件で俺が頼み込んでなんとか進級させてやるから。夏樹、出席日数足りないみたいじゃないか。くぇ、仕方ねえな。絶対進級させろよ。おお、任せろ。こいつら高梨兄弟って言うんですが、どことなくうぐもり兄弟と似てるんですよ。はぁ、あ、マモルさんと全然違うような。お兄さんはどちらに？ああ、兄貴は、って、あれ、おい、夏樹！ああ、なんだよ。柊がいないぞ。あれ、さっきまで隣にいたはず！もしかして、あそこにいるのがお兄さんですか？ああ、そうだ。どう？壊れてるかもですね。でしょう！どうしよう、このままじゃ漏らしちゃう。僕にはどうにもできません。見ることしか。ここでいつまでも見てます。兄貴、てめえ何してんだ。何って、社会の窓の見学見てよ。これ壊れちゃってるんだ。でもさ、俺には何もできない。これを見学しに来たんだから。社会の窓の見学じゃねえ、社会科見学だ。社長と同じこと言ってる。兄ちゃんと同じオーラを感じるよね。マモルさん、いたんですね。はい、そう思います。
相変わらずだな、レオン。おお、ホトチョン先生、助けてよ。守、よく頑張ってるな。わかってくれます？早く早く。夏希、そろそろ出そうな気がする。いつまでも見てんじゃねえ。たく、ああ、おい、レオンとやらこっちに来い。お、いいから。これはダメだな、新しいのをつけないと。これをこうして。すごい、ソーイングセット持ってる。夏希はああ見えて女子力高いんです。ギャップが。おい、そこ何こそこそ話してるんだ。何でもないです。よし、これでいいだろう。すっごい、ありがとう。俺はレオン、君の名は？夏希だ。夏メグか、よろしくね。夏希だっつの、誰が香辛料だ。そこの君は？おい、聞け。シュー。シューマイか、よろしくね。てめえ、おい、兄貴も言ってやれ。で、兄貴、なんで離れてくんだよ。ナツメグは摂取しすぎると死んじゃうんだよね。その大きさはやばいから。おお、ナツメグって危険なんだね。俺はナツメグじゃねえよ。レオン、てめえも離れてくんじゃねえ。シュウマイ、逃げよ。ですね。待てやこら、つかトイレ行け。お、そうだった。ちょっと、逸材だ。え、竹山先生、あの子、夏希くん、うちに欲しいです。守ならそう言うと思った。おーい、夏希、就職先決まったぞ。おい、てめえ、俺にレオンのおもりをさせるつもりだろ。バレちゃった。あいつ勘が鋭いからな。守さん、確かに関係性的には鵜久森兄弟と高梨兄弟似てるのかも。こんな風にバタバタしながらも社会科見学は一応無事に終わった。なんだか今日はどっと疲れた。ん？電話が入ってる。香りからか。もしもし。ああ、お母さん、振り込みありがとね。いつも助かるよ。いいのよ、あなたのためだもの。それでさ。何？本当に申し訳ないんだけど、プラスで30万円振り込んでくれない？30万円？うん、実はね、今度結婚するの。え？結婚？うん。結婚って、まだ香織高校生でしょ？あ、言ってなかったっけ。何を？高校、辞めたんだよね。え？どうして？学費は振り込んでたわよね。お父さんのせいだよ。嘘でしょ？またあの人、香織のお金を使い込んだの？うん。信じられない。やっぱり香織、お母さんと暮らそう。私もそうしたいよ。でも、何度お母さんが頑張ってくれても無理だったでしょ？そうだけど、今度こそは。大丈夫。結婚したらさ、もうお父さんから解放されるから。ただ、そのためにもお金が必要なの。お母さん、ダメかな？わかった。お金はどうにかする。その代わり約束して。絶対、絶対幸せになるのよ。また何かあったら、すぐ連絡してね。あ、ありがとう。あ、お母さん、お父さんが帰ってきちゃったから、電話切るね。うん、またね。ああ、今のは娘の香織。わけあって、元旦那が育てている。裁判を起こしたりしているのだが、親権を勝ち取ることができず、今に至る。旦那は、私が香織に仕送りしているお金を見つけては使い込み、さらにはひどい仕打ちをしている。この事実があるのになぜ、香織をあの人と話してくれないの？もう嫌だ。ん？インターホン？こんな時間に誰だろう。ん？うわ、目？兄ちゃん、近い近い！うっほー！その声は社長と守さん？どうして？マドンナが元気なさそうだったからさ、飲みに誘おうと思って。社長。うん。お酒買ってきたから飲みましょうよ。はい。本当に、優しい人たちだな。本当に、ごめん、ナオミさん。いや、悪いのは社長です。飲みしようって言ったらまさか飲みを用意するとは。買い出しを兄ちゃんに任せるんじゃなかった。もうちょっと早く仕事を切り上げてれば。
なかなかいい感じ。なんでのみで仏像掘ってんのさ、もう。せっかくだから。しかも、うまいし。で、マドンナは何に悩んでんのさ。いや。いっつも言ってるよね。社員は家族だって。遠慮なく頼ってよ。なんとかできるかもしれないけど、できないかもしれない。でも俺たちマドンナのために頑張るから。じゃあ、お願いがあります。うん、何でも言ってください。お金を貸していただけませんか？お金？はい、どうしても必要なんです。いいよ。本当ですか？社長、ありがとうございます。でもね、なんで借りたいか教えてほしい。普段から頑張ってくれてるマドンナが困ってるなら、貸すんじゃなくてあげていいって思ってるしね。そうだね。こういうのはなんだけど、うちの給料は他と比べてかなり高い。散財するタイプだとは思えないし、お金が必要な理由が聞きたいです。娘のためなんです。娘？はい。そして私は、二人に娘と元旦那のことを話した。こんな話をしてしまって、申し訳ありません。いや、話してくれてありがとう。守れ、なんだかこの話変な匂いしない？変な匂い？うん、おかしい気がする。何がですか？貸してもらえないんですか？お金は貸すよ。ただ、ちょっと待ってもらってもいい？はい。おお、ちょうど来た！入っていいよ。誰呼んだんですか？おい、兄貴、靴はちゃんと揃えろっつの。うるさいな。ああ、なんでもない。おい、レオン、守る、普通高校生を飲みに誘うか？君たちは昼間の高校生？でも結局来てくれたじゃん。それは兄貴が行きたいってダダをこねるから。レオンさん、これいい感じですね。でしょ、シューマイもやる。ぜひ。何してんだよ。見てわかるでしょ、のみで仏像掘ってんの。わけわかんねえよ。やっぱり逸材だ。おい、そこ目をキラキラさせてんじゃねえ。どうしてこの二人を呼んだんですか？ちょっとね。え？二人にお願いがあるんだ。お願い？社会の窓見学はもうごめんです。いや、そんなんじゃないから。その後、社長と守さんは高校生二人にあるお願いをした。このお願い、一体どういうことだろう。でもその数日後、お願いの意味が理解できた。もしもし、お母さん？まだお金振り込まれてないんだけど、どうして？いや、お金がなくて。お母さん、お願いだよ、どうにかしてよ。もう限界なの。お父さんから逃げるチャンスなのよ。ごめん、私、お母さんが用意してくれるって信じてるから。お母さんのお金があれば、なんとか結婚式を挙げられそうなの。わがままなのはわかってる。結婚式を挙げてから逃げたいの。結婚式挙げるのは夢だったから。なんだかんだ育ててもらったし、お父さんにも出てほしいからね。それに結婚式にはお母さんにも来てほしいと思ってるんだ。そう。それでね、その時にご祝儀30万円欲しいのよ。さらに30万円？うん。結婚後の引っ越しとかにもお金がかかるでしょ。だから祝儀最低でも30万円お願い。お母さん、私の母親でしょ。母親なら娘の幸せのためにそれぐらい払ってくれるのは当然だよね。香織、ごめんね。え？払えないわ。ご祝儀もこの前頼まれた30万円も。はぁ？どういうこと？お母さん、私がどうなってもいいって言うの？それでも母親？私、あなたの母親じゃないです。母親じゃない？何言ってるの？離婚したって血がつながってるでしょ？お父さんから聞いてないの？え？あなたはお父さんの連れ子よ。連れ子？私と元旦那は、香織がまだ物心つく前に結婚した。香織の実の母親は病気で他界しているそうだ。その後、元旦那が何度も浮気を繰り返したことで、私は元旦那と離婚。香織を引き取ろうとしたが、実の母親ではないということで、裁判で負けてしまったんだ。あ、そうだったの？でも、血が繋がってないからって、今さら見捨てるの？見捨てるつもりはなかった。でも。でも、何？あなた、
私からのお金でお父さんと合流してるのよね。え？お父さんはキャバクラが良い、あなたはホストに貢いでるんでしょ？なんでそれを。この前シューって人に会わなかった？シュー？あ、うんふふん、今日も勇気様に貢いじゃおっと。おい、そこのてめえ。え？ちょっと俺に付き合え。嫌です。あ？叫ぶわよ。叫んだらどうなっても知らねえぞ。誰か助けて！てめえ！呼んだ？助けてください！ヤンキーに絡まれてるんです！おい、お前、あれだ、ああするぞ。なんだと？やれるもんならやってみろ！シューマイパンチ。てめえ！シューマイ？気のせいかな。うりゃ、な、つえ！お、覚えてやがれ！すごい、ヤンキーやっつけちゃった。お怪我はないですか？大丈夫です。ありがとうございます。って、めっちゃイケメン。あ、申し遅れました。シューって言います。こういうものです。ホスト？ねえ、あなたのお店行くわ、私。本当にありがとう。シュー様は白馬の王子様だわ。ドンペリ追加お願い。いいんですか？いいのよ。シュー様は命の恩人なんですから。いや、お金が。大丈夫。私、元母親を騙してお金取ってるから。ちょろいもんなのよ。ちょっとお父さんにひどいことされてるって嘘つけばいいんだから。ドンペリ、お持ちしました。ありがとう。私は未成年だから。シュー様が飲んで。ん？シュー様？グラスが割れてる？なんでもないです。あら、落としちゃったのか。シュー様っておっちょこちょいなんだね。そんなところも素敵。こういう人は、本当に許せない。ん？いや。シュー様があんたの知り合いだったってこと？そういうことよ。私を騙したのね。先に騙したのはそっちでしょ？これで全ての辻褄が合う。だから児相に連絡したりしてもどうにもならなかったのね。そりゃそうよね。あなたは何にも被害に遭ってないんだから。全部私を騙すための嘘だったってことでしょ？高校もホストにはまって出席日数が足りず中退したのよね。結婚ってのもどうせ嘘なんでしょ？あなたとお父さんのことは詐欺で訴えるから。警察に被害届も出す。詐欺？当たり前でしょ。あなたたちは私からずっとお金を騙し取ってたんだから。ちょっとお母さん、それはさすがに。だから言ったでしょ、私はあなたのお母さんじゃないんだって。そんな。じゃあ切るわね。待ってよ、お母さん。あの時社長たちがシュウ君と夏希君に頼んだのは香りの調査。元旦那からひどい仕打ちを受けている香りのことで、私が各方面に助けを求めているのに、そのまま元旦那の元で暮らせていることを疑問に思い頼んでくれたんだ。あの二人に頼んだ理由は、うぐもり兄弟の顔はもしかしたら知られてるかもしれないからだそうだ。その後香りと元旦那は詐欺罪で逮捕。私へのお金の返金、ホストクラブやキャバクラにツケがあるそうで、それの返済、総額でかなりのお金を払っていくことに。社長と守さんがどんな手を使っても二人に払わせる、そう言ってくれたよ。お金は戻ってくる。でも血は繋がってないけど、本当の娘だと思っていた香りに裏切られ、もう私には何もない。何言ってんの、前にも言ったでしょ、俺たちは家族だって。そうですよ、俺たちがいます。俺たちは何があっても裏切らないから。楽しい時も辛い時も悲しい時もずっとそばにいます。レオンさん、マモルさん、ありがとうございます。本当に私は恵まれてるんだな。そうだ、私は一人じゃない。この会社の仲間、家族たちがいる。それとシュウ君と夏希君もありがとう。うん。でもすごいよね、
まさかあんな作戦を考えるなんて。期待以上だよ。本当に助かった。し、そんなことより約束守れよ。大丈夫。うぐもりグループの最新のミシン、すぐに送るよ。おう。ミシン、やっぱり女子力。ああ？なんでもないです。ん？というか、守るさんが考えたんじゃないの？あの作戦。違います。全部この二人、高梨兄弟が考えたんですよ。あいつがホストに金をつぎ込んでるかもって情報を取ってきたのは、てめえだろうが。どんな手を使ったか知らねえが。それは企業秘密。ねえ、シュマイ。あの、シュマイパンチってやつ教えて。めっちゃかっこいい。いいですよ。まず、頭にシュマイを思い浮かべて。シュマイパンチ？ああ、思い出した！兄貴、余計なアドリブ入れやがって！いや、緊張感が出ると思って。出るわけねえだろ！バレるとこだったじゃねえか！面白い兄弟ですね。近い将来、うぐもり兄弟と並ぶ大物になるんじゃないですか？うん。俺と兄ちゃんも、二人が楽しみだって話をしてます。何者になるんでしょうね。これからが楽しみです。そうですね。ちょっと来い、兄貴、説教だ。やだ。シューマイ、こんな時こそあれだよ。ですね。シューマイパンチ、ぶっ飛ばす。聞いてない。効果は今一つだ。レオンさん、逃げましょう。うわぁ、めんどくせぇ。行こっか。待てや、ゴラー。キャー。まったく、これだけ賑やかだから落ち込んでる暇もないな。これからも私はこの大切な家族たちと楽しい毎日を送っていこう。本当にありがとう。